さあ今日は長崎市南部の魅力をお伝えする南電グラムのコーナーをお送りします。こちらの南電の南は南、はい、そして電は伝えるで南電ですね。今回の推薦マンが推薦する南部のおすすめ情報は美味しい話題です。僕前歯が行ってきました。はい、今月も始まりました。推薦マンが推薦する南部の情報をお届けする南電グラムです。よーしょー、来ました。はい、今回はですね、野茂地区公民館という場所で推薦マンが主催している料理教室に潜入取材していただこうかなと思ってます。なんとあの有名店のシェフが教えてくれるんですよね。はい、野茂崎でも大人気の四川菜りんりんという中華料理屋さんのシェフが、指導してくれる料理教室となってます。推薦マンはちなみに料理はどうなんですか？実はですね、推薦マン全く料理しなくて。そうなんですか？強いて言えばどん兵衛ぐらいは作るんですけど。ちなみに僕前パは料理が得意なので、そうなんですか、ちょっと今日料理のレパートリーをもっと増やせるように。そうなんですね。ちょっと学んでいきたいと思います。はい、頑張ってください。それでは早速行ってみましょう。行ってきます。料理楽しみ。元気ね。今回の料理教室、12人の参加者たちが集まっています。実際麻婆茄子って日本で生まれた中国料理なんで、講師は南部地区で有名な中華料理のお店四川菜りんりんのシェフ林圭一郎さん。林さんは四川飯店で修行された一流のシェフ、そんな林さんが教えてくれる料理教室は月に1回開催されます。一流の味を直々に教えてもらえるんですね。24回目の今回は元祖麻婆茄子とカスタードきなこ餅。この塩漬けして発酵させた唐辛子ホーラージョっていう、もうまず手に入らないので代用ですけど、まあ、豆板醤、ご家庭でやられる場合はもう全然豆板醤で、香りが出始めたら弱火に落としてください。大さじ1杯の油を入れて、あの片栗粉にしっかり参加者の方々はメモを取りながらシェフのお手本を勉強します。そして僕たちも料理スタート。まずはネギやナスなど野菜を切ります。そして切ったナスを油で揚げて、オリジナルの調味料とナスを絡めてとろみがつくまで混ぜると、元祖麻婆ナスの完成です。わ、すごい。続いてりんりんでも大人気メニュー、カスタードきなこ餅を作ります。カスタードきなこ餅、すごい。でもめっちゃ急に来たんで頑張ってください。はい、すごい、もうドロドロになった。本当だ。あ、いいですね。ちょっとこう塊がもう出てきてます。すでに剥がすイメージですね。剥がすイメージで、そこに溜まってるんで、原粉。あ、本当だ。外に、あ、そこにすごい、こう。シェフ、これ大丈夫ですか？大丈夫です。あ、結構浮いてるの。うん、大丈夫です。剥がれます。こっち早いですね。頑張ってください。結構2倍量、結構まとめになってくると思う。はい、こうまとまってきては、あの伸ばさずにこうただ回す感じ。うん、そうそう、2倍の量です。両手使って、あ、しっかり力強く。結構2倍の量なんでちょっと力がいると思います。うん、うわー、すごい。こういう風に練っていって、結構大変でした。色が、艶がないので、はい、艶が出るまで。艶が出るまで、もう、しっかり、5分、ここから、5分。え、5分、頑張れ、ここから5分、頑張れ。そうなんですよ。なかなか、ね、ずっとやり続けるの大変そうだけど、なんか楽しそうに話しながらやってますね。はい。あれ、いや、シェフみたいな立ち位置です。師匠みたいな。一応あの主催者なんで。あ、そうか、シェフと並んでるんで。あ、そういうことですね。立場的には。そうだそうだ、うん、そうですよ。することも何もないですけどね。いや、でもこうやって皆さんがこう参加できる場を
まもなきグラムとして作ってるってことですね。そうですね。早速水仙マンが試食。美味しいでしょ、信じてます。普通にシェフが作ったって言ってもわからない。えってことはもうほぼほぼリンリーの味です。すごい、やりました。これもいや本当にうまい。美味しいですか。で本当にやっぱりもう変わらない味。全然変わらん。そして前パも、あら、レッツパーティー、食べるんだ。もちろんですよ。いいかな。やりましたね、ちょっとやりましたね。めちゃくちゃ美味しいです。最初にシェフの味見したのと本当に変わらない。そうですね、実際してるから、比べれるから。そうなんですよ、本当に一緒だなって感じです。続いてデザート、カスタードきなこ餅、実際のお店、リンリンのお店でもすごい人気の、はい、だからこれをやりますって今回出した時にこれを作りたいって言ってから参加してくれた人もたくさんいたので。これもう目当ての方がいらっしゃるんですね、はい、本当に人気の。てかあんまり聞いたことないけど他にありますカスタードきなこ餅とか。いや、ないです。ですよね、カスタードきなこ餅、不思議ですね。だから多分初めて食べることになります、皆さん、はい、いただきます。はい、頑張って作りました。まあ、いつもお店で食べてるんですけど、はい、餅じゃないんですよね。カスタードを揚げてるから、なんか餅だったらこう弾力があるからこうずっと噛まないといけないんですけど、カスタードだから口に入れてその噛んだ瞬間にこうふわっととろける感じなんで、クリームな感じ。うまいでしょ。いいですね。うまいですね。ちょっと。結構上手。いただきます。もちじゃない。ふわふわですね。しかもなんかお店で食べるリンリンのシェフが作ったカスタードきなこ餅より今回弾力が少しあるから、はい、俺こっちが好きかもしれない。まさかのシェフ声。いや本当、参加者さんが作った方が自分的には好きかもしれないです。多分混ぜた時にすごいトロットロになったじゃないですか、あれに弾力がついてたんで、よりちょっと餅に近いカスタードになってるから、なんかこっちの方が好きなんですよ。ちょっと頑張って混ぜましたもん、かなり。今度シェフに教えてあげてください。前パンの料理教室で、この同じメニューをやる。めちゃくちゃうまい。ねえ。最後にシェフの林さんにもお話を伺いました。今回僕参加させていただいたんですけど、僕前パンパーティーはどうでしたか。いやいや、もう全然全然っていうか上手にできてまして。あ、本当ですか、はい、アルバイトお待ちしてます。あ、ぜひ。誘われたアルバイトに。参加者さんにも感想を。シェフの技をちょっと見ながら美味しいものがこんな食べれたのですごい大満足です。じゃあ今日の料理教室カンパニー。カンパニー。カンパニー。いや、なんかものすごく盛り上がってましたね。いや、楽しかったですよ、ね、結構一生懸命上手に手際よくしてましたね。はい、今回のメニューは、元祖麻婆茄子とカスタードきなこ餅でした、いや、どっちも美味しそうでしたけど、この麻婆茄子なんて水仙門がお店の味と変わらないって言ってましたね。そうなんですよ、もう材料も非常に簡単で、もう自宅にあるもので簡単に作ることができるんです。いや、だからそのレシピの再現性がすごいというか、そんなお店のレシピをまんま教えてくださってるのかなっていうぐらいじゃないですか。もしかしてそうなんですよ、こちらが心配になりました。聞いていいんですかねえ、こんなにってなりますもんね。そしてこのカスタードきなこ餅もやっと私食べたことないんですけど、はい、すごく美味しそうで、水仙マンが問題発言してましたけど、そうですよ、マエパちゃんが作った方がお店のよりも美味しいなとか言ってましたよ。そんなわけないと思います。ね。今回料理教室は24回目だったんですが、はい、今後の目標として100回を目標にしているそうです。これは楽しみですね。はい、こちらの料理教室なんですが、ご予約はですね、野茂崎グラムのアカウントからご予約してください。こちら人気ですので、ぜひ早めの予約をお勧めいたします、はい、そして参加者さんの感想でも、簡単に作ることができて非常に勉強になったというお声が多かったなと思いました、ね、だってやっぱ直接聞くことができますもんね、はい、これどうしたらいいですかっていうのがね、はい、人気の理由が分かりますね、はい、以上南電グラムでした。